ID と色相を確認後最寄りの避難所をお知らせしますお手数ですが各自そちらへ移動し次の指示を待ってください追って水食料生活必需品等を配布しますはいはい押さない走らないかけない避難の基本はこの3つお化けだぞいや違うだろそれ エレベーターでドーム内に降りてもらえ避難所まで飛行してもらい現場で物資のコンテナを投下させるんだヘリの爆音はエリアストレスを悪化させる要因だそれは違う通常なら神経に触る音だが今の市民には救いの天使の羽音に聞こえるはずだこういう時は分かりやすいデモンストレーションが必要となる了解したではドーム内で再度飛行してくれ避難所に着いたら 現地の指示に従って物資の投下を頼むこれでいいんだな、オガああ、さて、物資はどんどん来る急いで捌くぞ各避難所の皆さんにお知らせしますただいま、支援物資の配布を順次行っています 慌てないで物資が届くくのをお待ちください大したもんだどの避難所でもボランティアが現れて物資の分配や揉め事の調停を引き受けてくれてるぞ人間まだまだ捨てたもんじゃねえな国塚執行官市民の避難所への移動状況は 全体の5割2万人弱が移動を完了しました残りの半分はいくつかの可能性が考えられるわね警戒して近づこうとしない人だっているかもしれない違法サプリは判断力を鈍らせるからあるいは暴徒化して街で略奪を行っているか患者となって病院に収容もしくは自宅等で倒れているかですね んなことは言われなくても分かってるしかしさすがに状況が状況だ避難生活ってやつはどうしても色相を濁らせるましてやシュビラができていこうこの町じゃこんなことは初めてだろうからなメンタルサプリの配給希望がずいぶん出ています特にシビラ世代である10代20代が色相の乱れを原因とする体調不良を訴えてきていますね おいおい今薬何度飲ませたらええユーストレス欠乏症を引き起こす可能性が高くいかなるメンタルケア製品も処方できません何か他に色相改善の方法を考えなくてはよしこういう時は炊き出しだ炊き出し炊き出しみんなさ 慣れたう追い出されて心細いだろうしそういう時冷たい飯食うのってあびしいじゃんせめてあったかいもの食いたいって思うだろうとても良いアイディアだと思いますさすがは加賀利執行官ですねえっ ドロイドちゃんにそんな褒められるとなんか調子狂うんですけどで何を作るのでしょう材料を調達する必要がありますねなあ,あさっきコンテナにいいものを見つけたドロイドちゃんが賛成してくれるなら100人力ってねじゃあちょっと一緒に来てよわかりました 市民の皆さんにお知らせしますただいま市内中央公園にて炊き出しを行っていますまだ避難所へ移動されていない方が対象ですさあよってらっしゃい見てらっしゃいあっつあつのカレーだよおいしいおいしいカレーだよ一口食べれば体も心もポッカポカってねさあそこのお兄さん ちょっと食べてってようーん成形野菜と成形肉に麦ライスってのはあれだけど本物の野菜や肉なんて手に入らねえもんな文句言うなって調味料もあるしあとは俺たちの腕次第だろう 私は何もしなくてよかったのでしょうかいいいむしろドロイドちゃんはそこで立ってるだけでおおむさ苦しい男二人よりかわいい女の子がエプロンつけてる方がみんな喜ぶしなそういうものなのでしょうかいやまあ確かにこのご時世 家庭科の授業はないよ。ないけどさドロイドちゃんがまさかのメシマズとは栄養重視しすぎてサプリを調味料代わりにするタイプだ身近に似たようなのがいたからよく知ってる何をこそこそ話してるんですかあな<っ>何でもない まあ、とにかく市民の皆さんに食べてもらおうじゃねえか熱々のうちになそうですね温かいカレーはいかがですか材料は全て本土より輸送したハイパーオーツで作られています安心してお食べください なんでだよすっげーうまいんだぞほっぺたが落ちるぞああもしかしたらあれかもなあれとはいや俺の袋は料理することもあったから信じてねえんだがこの国にはあるだろう手作りの料理を食ったら色相が濁るって迷信がさはあこれ全部ハイパー大津製なんですけど い,いえそれでも人の手が加わっているオートサーバー製でないというだけで色相が濁ると思われてるのかもしれません気を使わなくていいぜ九型次城俺たち執行官が作ったから警戒されてんだろったく俺らバイキンかっての味を見ろよな うまいもの食って色素が濁るとかねえだろう天然食材だってそうだけどさ天然食材に関しては時給が不可能であり流通がごくわずかであることが理由でしょうねえみんなが天然食材を食べたがってハイパーオーツを拒否したら大変でしょう食べたいものが食べられなくて色相が濁る人が続出し最悪鎖国は崩壊しますよ ああ、酸っぱいブドウってやつかそれですだったら最初から色相が濁る食べてはいけないものだと認識させておいた方がいいはあまた、あ。 確かに天然食材手に入れるのってすっげー大変だよなでもその苦労も含めて楽しさのうちなのにそう思える人はまれなんですよしかし困りましたねこのままではせっかくのカレーが無駄になってしまいますどうにかして食ってもらう方法を考えねえとなではこうするのはどうでしょう 実際に食べているところを見せて安全性と美味しさをアピールするのですあそりゃいいなで誰が食べるよそうですね肝心なのは人選ですどうするべきか <noise> とりあえず私たちで食べてみせましょうそうだな はい、剣執行官あんんん上？<っ>こうすると男性は喜ぶと何かの文献で見た覚えがあるのですが美味しそうに喜んで食べてみせる方がデモンストレーションとしての効果が高いですし。 ああそういうことないやマジビビった俺ドロイドちゃんがバグったのかと思った私何か間違えましたでしょうかつ剣執行官 そんなにしょげるなってちょっとずれてたけどあんたが考えてやったことだってのは分かったからうんうまいやっぱ美女に食わせてもらうとうまいな味に変化はないと思いますよ気持ちの問題だよほらあんたも食えよってどうせなら一緒に食べたほうがうまいだろう おいしいですだろうさあどんどん食おうぜおお客さん第一号がやってきたぜ ではあちらのお兄さんのところでカレーを入れてきてもらってくださいねはいいっぱい食べてくれよなそこのバカップル食い終わったら手伝えよだだ誰がバカップルですか ご飯をよそっていけばい,いんで,す、ね、できたらこっちにおいでくれ俺がルーをかけていくから今度またシューたちと飯作って食おうぜシューが天然食材買えるつてがあるらしい。 それは楽しみですね太郎ギノザ君そろそろ次の輸送機が来るそうよもうか4万人分の救助物資だもの向こうは相当頑張ってピストン輸送してくれてるみたいね気遣いはありがたいが 受け入れるこっちの手が足りないのはどうしようもないな避難所の方は大丈夫か物資の仕分け搬送全てを手作業でやらねばならんとはな倒れるなよ小神今我々が倒れるわけにはいかんその言葉そっくりそのままお返しするぜ技の。どうにかして休憩を取らないとこっちが先に参っちまう失礼します こちらに毛布は届いておおりまますすか c 地地区区よび d にに搬送しに行きますオ確かあっちのコンテナだクソ仕分けもままならん俺たちだけじゃ手が回らんぞ監視官分かりきったことを言わなくていいだったらどうしろと言うんだとりあえず次のヘリが来ちゃったら一旦輸送が止まる 向こうも動き続けるのは無理みたいだし休憩も兼ねて一旦話し合いましょう分かったうえー、あーもう腰って腕もパンパンだぜまあ、あんだけ重いもん持って走り回ってりゃなとっつぁんは大丈夫か ぎっくり腰なんてシャレにならないからなむかせちょっとやそっとでガタがくるようなやわな体はしとらんよだがこの状況はまずいな物資の搬送仕分けそれに病院での看護や不安を訴える人たちの相手何もかも足りてないわ院内での作業にはドローンが使いますけど外に出したらクラッキングされちゃいますしね 搬送用に市内の運送会社からトラックを借り受けましたですが問題は運転手です私と常森監視官だけではカバーできません空の森外部でドローンを動かすのは無理なのか何度かやっては見てるけどダメね公共施設外の無線コントロールを向こうに抑えられてるみたい でも人手が増えないとマジ無理だってその人手をどこから確保するかが問題なんでしょうそれなのですが一つよろしいでしょうかなんだクガたち市民の皆さんに協力していただくのはどうでしょう例えば先ほどの運送会社からドライバーをお借りするとか幸い社員のほとんどは無事だそうです そいつはいいな避難所には医師やカウンセラーもいた彼らの協力が得られれば心強い全員が昏睡症状を起こしているわけじゃありませんもんね食料配給や荷物の仕分けなんかを手伝ってもらえるだけでも助かりますよだが避難民を働かせて彼らの色相が悪化したらどうするそれに必ずしも協力してくれるとは限らん 人でもさそれだって来るまでに時間がかかるだろうやっぱみんなに手伝ってもらった方がいいってそれに自分たちの町のことなんだ喜んで手伝ってくれるさ根拠もなしに決めつけるない,いえ一概に根拠がないとは言えませんいくつかの避難所を回りましたがこちらに協力的な市民ほど 色および体調が安定している傾向があります体調もですかはい手先を動かすことが脳の刺激となってアルツハイマーの予防となるという事例があるのですがユーストレス欠乏症にも同じことが言えるかもしれません刺激を感じなくなる病なわけだからな。 自ら動いて脳に刺激を与え続けることが予防にもなるってことかま確かにな何にもないところでぼーっとしてたら人間腐っていく一方だし分かったいいだろう常守久我たち剣で市民への呼びかけにあたれ俺は東京へ人材派遣の要請を行う わかりましたはいよろしくお願いいたしますよし行こうぜ九型次女王まずは近いとこからな常盛女王運転は任せたわかりました 佐渡海上市の市民の皆さんにお知らせします公安局臨時対策本部ではボランティアを募集しています思ったより動ける人が多そうですねああそれにボーっとしていた人までなんだかちょっとシャッキリしてきたみたいじゃねえか誰かの役に立つって嬉しいことですから何もしないでボーっとしてるよりずっといいですよ 昔の私が望んだのはたったそれだけだったんだ喜びという感情がわからないから他人の喜びを見ることで自分が幸せになろうとしていた幸福とは自分の心で感じるものその単純なことを私もアルファもわからなかったのね あなたお願い起きて私たちどうすればいいの なんて傲慢で独りよがりな考えをしていたんだろう私はだけど私はそれを奪った悲しみや苦しみは幸せになる上で不必要だと判断して だからアルファにあんな間違いを犯させてしまった。 どう,すればどうした久方事情また頭痛でもするのかいいえ大丈夫です常森監視官は常森城ならボランティアの看護師と打ち合わせ顔色悪いぞちょっと冷たいものでも飲んだ方がいいすみません ありがとうございま,すまたフラッシュバックでも起きたのかあれならギノザさんに行って休ませてもらった方がいいぞ罪を犯した人間はどうするべきなのでしょう そりゃドミネーターで裁かれるんじゃないのか違いますシビラに裁かれることのない罪ですなんだそれはこの世界では犯罪係数が高くなければかつて倫理と呼ばれたものに反することを行っても罰を受けることはない自分だけが罪を犯したと知っているそんな場合どうすればよいのでしょう すみません妙なこと言ってこんなこと言っても許されるまで償い続けるしかねえだろう許されるまでですかあああんたが誰に対してそう思ってるのかは分からねえでも 罪ってのはでっかい借りなんだ返さなきゃならねえ大きな借りたとえ許されなくたってそれから逃げちゃいけねえと思う死んだり逃げたりしねえでやらかしたことと真っ向から向き合って償い続けるしかねえんだよきっとそうですね できないいからって逃げちゃいけませんよねシビラならできないことはするなっていうとこなんだろうがな。と監視官相手に失言だったがま今のあんたなら気にしないかええむしろあなたの意見に共感するくらいですありがとうございます剣執行官迷いが晴れました あんんんたが俺にそなななこと言うなんてなま話くらいならいつでも聞くから頼ってこいよありがとうございます久方さん剣さんここは大丈夫ですから次の施設へと移動しましょう。 はい今行きます。 ここ以外の病院でも院内の使用に限りドローンが正常に動いてるのを確認できたわ何かあったらアラームが鳴るようにもしておいた避難所の運営および物資の配給も今のところスムーズだこれより改めてアルファの捜索を開始する とはいえネット空間は広大だアルファがもし海外のサーバーなどにデータを移していたら厄介だぞそれはないわ少なくとも私たちがあの擬態を抑えてからはこの町から他のエリア一番あり得るのは東京ねそういった場所への大規模なデータ転送や回線負荷の痕跡はゼロってことはあいつがいるのは この町の町サーバーに限られるってことかアルファにとってこの町は特別なのでしょう今までの事件も全てこの町で起こしたものです逃亡するとすればわざわざここで事件を起こす理由がありませんだなそれにあいつはゆかりを探してるだからきっとゆかりのいたこの町から離れられねえんだ まあ、この町にいるのは確定としてなんか手がかりとかねえのないわよここから先は人海戦術ぶっちゃけアルファって自我のある AI ってだけあってものすごく要領を食うプログラムなわけよ中学校でのデータ転送量を見てもそうねあれだけのデータを隠し通すのは難しいわ。 つまり都市内のサーバーに不審な大容量データが潜んでいないか確かめるってことですね足を使って獲物とかくれんぼいつものことだな使う足が現実か電子かという差はあるがまあ一丁猟犬の意地ってやつを坊やに見せてやるか頼りにしています ドロイドちゃんにもそう言われちゃったし一ちょ頑張りますかゲームみたいなもっしょかがり遊びじゃないんだぞまったくねでもかがりくんそういうの得意だもんねよし全員で頑張ろうぜ 操作のための端末はセットアップしておいたから各自自分の担当場所に座ってちょうだい基本的な防壁は仕込んであるけどヤバそうなら言ってフォローするからオッケーゲームスタートってね 主はノアに言われたあなたと家族とは皆箱舟に入りなさいあなたがこの時代の人々の中で私の前に正しい人であると私は認めたからである私は四十日四十夜地に雨を降らせて私の作った全ての生き物を地の表から拭い去ります 君たちは愚かだなのに選ぶから不幸になるただおとなしく受け取ればいいんだ僕の与える幸せをハハ <laughs> <laughs> どうやら停電のようだなちょっとやめてよねこんな時にとりあえず電源が復旧するまで待ちましょう管理タワーには独自の発電システムが存在していますから停電だとしてもすぐにそちらに切り替わるはずです、うん、よかった復旧したみたいね空の森機材の方は無事か ああ、一旦全部チェックした方がいいわねいきなり電源が落ちたわけだからけどさっきの停電何だったんだろうなもしかして今度は市内の電源まで落とされてたりありえない話じゃない外の様子を見に行った方がいいな監視官 あ空あの森機材の復旧を頼む俺たちは一度市内の様子を見に行く行くぞみんなはい して一体奴は何をする気だ嫌な予感がしますこれは非常警報ですよねに執行官ああ災害とか国境に侵入者があった時に発令される避難訓練でしか聞いたことねえけどこれが鳴ってるってことは隔壁が閉鎖されるぞ閉鎖って 私たち閉じ込められるんですか待て、今そんなことをされたら、せっかく落ち着き始めた市民がパニックを起こすぞ。ぞシェルター、起動し始めました。くそ完全に閉じ込められた。俺たちだけじゃねえ。 市民とだアルファあいつ何考えてやがる <laughs> この曲は 時は来た選択の時だこの僕を信じ従うかどうかそれが君たちに許された唯一のそして最後の選択だアルファやっぱりてめえ何を考えて 僕を信じ指し示す道を選択する者は幸いだ君たちには永遠の幸せを授けようすでに幸福の中にある者は迎えに行くそうでない者は自らの足で天国への門をくぐれ そこには苦しみも悲しみもないこの僕が指し示す理想郷を信じて進む者だけがたどり着けるだろう A14 ゲートを目指せそこが幸せへと至るただ一つの道だだがその門は 誰にでも開かれているわけではない自ら不幸を望む者は天国にはいらない地獄への死者が安らかに眠らせてくれるだろうゲートは 明明日の夜明けとともに閉じられるその先へ到達できるのはただ幸せだけを望みこの僕を信じて進むものだけだ永遠の幸せユーストレス欠乏症のことですよねああ間違いないだろう それに奴はもう一つ気になることを言っていた地獄への使者だったなまさかあいつヤバいんじゃないそれってさユーストレス欠乏症になってない奴は殺すってことなんじゃねえのなんだと 確かにヘブンズドアを摂取していてもストレス耐性が低下はするものの有ストレス欠乏症を起こすことのない人は存在しています主に暴動を起こしていたような人たちですねそれにいくらアルファの処理能力が優れていようが4万人の生命維持を行うことは困難ですつまり彼が幸せにできる人間の数はおのずと限られてきます だからって、幸せにできない人たちのことを殺してしまうなんてそんなヤッコさんにとって重要なのは見えてる人間が幸せかどうかだ不幸な人間を見えないところに追いやってしまえばそりゃあ幸せなものしか残らないわなそんな理屈があるかよとにかく一刻も早くアルファを止めましょう さもなければ恐ろしいことになります最悪都市の人間が全滅しかねませんアルファは A14 番ゲートの奥に来いと言っていましたねならそこに今までさらわれた人達たもいるのでしょうかその可能性は高い定石で言えばアルファ自身もいるんだろうがそっちは当てにできんなデータである以上この町のどこからでもヤッコさんは市民を見ることができる電子操作を行うものと A14 ゲートを奥へと向かうもので分けて行動した方がいいな そうですねではちょっ緊急事態よどうした空の森機材を復旧したら通報が来たのよ避難所でドローンが人間を襲ってるって何だとどういうことだ詳しいことは言ってみないとわからないでも正常に稼働していたはずのドローンが装備を人間に向けて殺してる 通信の向こうで悲鳴が聞こえたただごとじゃないわおいギノ地獄の使者ってのはそのドローンだ放っておけば次々人間が虐殺されるぞうかつでしたその気になればアルファはいつでも私たちに牙を剥くことができたというのに。 ですがあの状況でドローンなしでの対処は無理でしたシオン被害のあった避難所を教えて今通報が来てるのは例の中学校ね急いで仕方ない全員通報のあった避難所へ急行するぞ空の森君は引き続きアルファの捜索を頼むはいはい了解です あなたに会うしかないのにだけどアルファ何があっても私はあなたを迎えに行くあなたを抱きしめて 伝えたいことがあるから。 に、これひどいギ乃デコンポーザーだまずはあの入り口を塞いでるデカブツどもをどけなきゃ話にならんああだが内部での使用は厳しいな市民を巻き込む恐れがある以上迂闊には使えんそもそも3発までしか撃てないんだ切り札として考えた方がいいな えっと、つまりまた俺たちの武器は警棒とスタングレネードだけ相手ドローンなのにぼやいても仕方ないでしょ可能な限り戦闘は避け市民の避難誘導を優先した方が良いでしょうね管理タワー内部はドローンも正常に動いてますし周辺に稼働中のドローンもほとんどいませんでした そこを中心に避難してもらうのがいいと思いますそうだなでは全員校内に突入後ドローンから市民を救助物資配送用のトラックを使用し行政区域に避難してもらうこととするああ了解だよしでは鴻上と俺が発砲し中央のドローンが排除されたらその隙に全員で校舎内に突入する その後俺香狩正岡国塚は西校舎残りの者は中央校舎確認後東校舎へ向かえ了解しましたじゃあ行くぜ義堂外すなよあんなでかい的は外すわけがないだろ

安局刑事課です救助に来ました無事な方は返事をしてくださいた助けてくれ 大丈夫何があったのとりあえず止血します少し座ってください つまり襲われていないものもいると何が違うのか調べてみる必要があるかもしれないなでは私がここに残り原因を調べてみます剣執行官を私の護衛に残していただけますかわかりました私と鴻神さんで彼の友人の救助に向かいます何かあったらすぐに連絡してください 任せたぞ久我たち。 やっぱり私はあなたに生きていてほしいアルファすべての罪は私が背負うだからあなたには分かってほしいこれが間違っていることなのだと。 やはり色相が濁っていますおそらく潜在犯になってもおかしくないほどになんだと一度ラボにサイマティックスキャンデータからの犯罪係数分析を頼んでみます私の推測が当たっていれば つまりアルファは潜在犯を選んで殺してるってことかアルファが犯罪係数を測る機能を有しているかは分かりません色相の悪化している人間を狙った結果潜在犯ばかりが襲われることになっている可能性が高いと思われますどっちにせよ同じじゃねえか潜在犯や色相悪化患者はユーストレス欠乏症になる可能性が低いです故に地獄へ行くべき存在なのでしょう ふざけるなよ色相だけで人を判断しておいて何が幸せにするだそんなの不幸をまき散らしているだけじゃねえか ですが彼だけが悪いわけではないと私は思います。 それはどういうい意味だ久賀達次郎この遺体を見たろうこれは全部あいつの仕業なんだぞ分かっていますけれど私たちだって形は違えど 同じことをしています潜在犯という形でサイコパスの悪化したものを排除し時には殺しさえしている <laughs> そんな社会で生まれた彼が人を幸せにするために不要なものを排除する思想にたどり着いても仕方ないんじゃないかそう思ってしまうんです。 じゃああんたはあいつをどうすべきだと思ってるんだあって間違いを正します幸福とはイコール色相のクリアさではないいくつもの事件を通して私はそれを学びました彼は独善的な考えで殺人を犯したその償いは必要です そうだな確かにその通りだ。ええ。私は刑事としてアルファを止めます。俺も同じ気持ちだ。行こう、ガタ事情少しでも多くの人を救いに。はい。 そっちに2体いたぞ仕めろ2体無茶言ってくれるな、とっちゃんも待たせたな、かがり。俺も手伝おう。こうちゃん、おっせえよでもまあ、それならなんとかなるかも。おっと、俺もいるぜ。久賀太治城と常盛城は、みんなを安全なところへ。 ここは俺たちに任せとけ了解ですさあ皆さんこちらへ管理タワー周辺は安全が確保されていますそちらまで避難誘導しますね こちらシェパウト3どうされました公園横の診療所から通報バリケードを破ってドローンが侵入してきたそうよさらに私立高校からも同様の通報が来てるわまずいなまだここの避難も完了してない手が足りないどうする監視官戦闘用じゃないとはいえドローンの危険度は高い下手に分散するとこっちがやられるぞ 色相悪化の激しいものが多い方から救出に行く今命を狙われている者から守るしかあるまい。 このままじゃ守りきれません分かっているこの状況を打破する方法を考えねばならんお、復旧したどうやらそっちも無事に復旧したみたいねいいニュースと悪いニュースをお知らせできるわでは、いいニュースからお願いしますオッケーまあ、見ての通り電気が復旧したのが一つね 公安局の電子情報戦チームが増援として動いてくれたわとここまではいいニュースなんだけどもったいぶらずに早く言えドローンは攻撃を続けてるんだそれおとりだったのよ本命のトラップが見つかったのなどういうことだ この町の根幹部メタンハイドレート採掘施設の加工システムに細工が施されていたのこのままだと大爆発を起こすわマジかよ佐渡海上市は世界有数のメタンハイドレート採掘基地よ爆発すれば大量の塵が飛散し大気圏を覆ってしまう地球規模の気候変動が発生する可能性が高いわ 最悪の場合氷河期に突入する恐れがあるだろうなそこまでに至らずとも北陸地方のハイパーオーツは間違いなく全滅するこの国は上え干からびて滅びるかもしれんタイムリミットは明日の夜明けかそれまでにゲートをくぐった者は確かに幸せかもね 有ストレス欠乏症で何も感じなくなれば立ち会わなくて済むんだろうからこの世の破滅に空の森分析官悲観的な感想は後でも述べられます我々は今何をすべきでしょうかそれなんだけど本部から命令が下ったわ一係は救助活動を停止し即座にアルファの捜索に当たることってね なんだよそれじゃあ市民は見殺しにしろってのか落ち着けカガリこの状況では仕方あるまいわかった空の森その命令を承諾お待ちくださいなんだクガたち君ならばこの状況で我々が何をすべきか分かっているだろう俺たちの本来の目的はアルファを逮捕すべきであって え分、え、かっていますですがこの状況で市民を見捨てるそれは人間として正しいことだとは思えませんそうだぜギノザさん俺たちは。 市民の安全を守るためにいるんだなのにそれを見捨てて犯人だけ追うなんてできるかよ黙れなら貴様らはこのままアルファを放置し日本をいや世界そのものを危険にさらすというのかそうは言っていませんただ少しだけ猶予が欲しいのです猶予だと私と国塚執行官だけを仮本部に戻しアルファ捜索に 残りの方は市民の救助を続けてくださいアルファは巧妙に隠れています情報戦にたけたものだけで動くべきかとだが確認するべきデータ量は膨大だ人手がいると空の森も言っていただろう必ず探し出してみせます私の能力全てを駆使して少しでいいのです猶予おい監視官 お姫さんの言うことを聞いてやれやバカなことを言うなこの状況で俺たちまで捜査に戻っても市民のことが気になって集中できんかもしれんそれなら電子戦の得意なお姫さんと国塚それに先生が集中した方が効率がいいかもしれんぞ俺からも頼む儀乃座さん自分の故郷だからってだけじゃねえ 助けられる人を見殺しになんてしたくねえんだ木野座さん責任なら私も一緒に取りますここは少しだけでも久方たさんに時間をあげてください危だ本部からの命令なんだぞ拒否などできるはず 空の森分析官どうやら通信妨害が発生しているようでこれ以上の通信は無理です受諾するかどうかについては後ほど連絡しますあら本当。これ以上は無理ねちょっとシステムチェックするから本部には受諾の返事が遅れそうって言っておくわおい久我たちの森、何をバカなことを 本当に通信を切る奴があるかくそ、通話に出ないだとあはは神神、笑っている場合かいや、そんな必死なクガたちを見ることになるとは思わなかったんでなギノ諦めて俺たちは救助に向かうことにしようぜ通信機器が使えないのでは、直接 空の森分析官に自宅の返事をしに行くしかありませんね国塚執行官護衛をお願いできますかはい問題ありません久我た君は分かっているのかこれは重大な背任行為だぞ理解していますした上で私は目の前の命を見捨てられない全てが終わった後の責任は私が取ります ギの座監視官に一切のとががかからないよう尽力いたしますからクガたち命令は自宅したと空の森に伝えに行けそして通信機器が復帰次第俺たちを呼び戻すために連絡しろ木野座監視官 2>, 2時間もあればどうにかなるだろういいか2時間だ それ以上立つようなら、こちらも救助作業を引き上げて、一度仮本部へと戻る。わかりました。ご連絡差し上げるときは、朗報をお持ちいたします。ふん。さっさと行け。 まずいいわわねこれ以上は引ききばしできないわよそもそも無茶なごまかし方してるわけだし本部だってあんな言い訳どこまで信じてるか分かっていますけれどあと少しだけ。 なでしこちゃん残念だけどもう待ってください金森分析官これビンゴよなでしこちゃんすぐに本部の電子情報戦チームに連絡するはいよろしくお願いします 電子戦装備は2つ片方は私が装着しますそれがいいわね私は外でのバックアップ要員としてもう片方はどうするやっぱり弥生それなのですが アルファが見つかったって剱お前一人で先に行くなと言ったろすまねえギノザさんみっともないところを見せたなクた達い,いえアルファ確保の任について剱がどうしても自分をメンバーに入れろと言って聞かないものでな 奴と剣が知り合いである以上説得要因として考えてもいいと思い連れてきた頼む九型田次長俺はあいつと少しでも話がしたいんだ連れて行ってくれないか<笑>,笑われるかもしれないが俺には。 アルファの人を幸せにしたいって叫びがゆかりの悲鳴に聞こえるんだあいつが今も一人どこかで誰にも優しさを理解されないことに泣いてる気がしてならないんだ俺はアルファがゆかりの願いを間違って叶えようとしてるなら説教しなきゃいけねえ 連れれてて行ってくれ頼むわかりましたもともと国塚執行官には唐森分析官のフォローをお願いし私一人でダイブすることも考えていましたけれどあなたなら隣を任せられますマジでいいのかええ二言はありませんよ では、電子戦は人に一任する俺は引き続き A14 地区の救助へと向かうアルファの確保くれぐれも頼んだぞはいお任せくださいおう任せとけギ野ザ監視官わがままを聞いてくださってありがとうございます何のことだ 俺は通信トラブルがあったとしか聞いていない君に礼を言われる筋合いはないぞ久我たち素直じゃねえなあ,あの人もんだかんだ言ってすげえ必死に救助活動してたんだぜそれが紀ノザ監視官の生き方なんですよ ラボで準備を整えてダイブしてもらうことになるついてきてちょうだいはいおう